方言とミノトといいます、四国の、愛媛というところから来ました、さっきカモメカモメの人も言ってましたけど、だいぶ遠方の方で、ここからだと飛行機だと、軽くアメリカに行けるぐらいの時間をかけてやってきました。まあそんな感じでよろしくお願いします。イエーイ。渋谷のディープスローターと、塩川八方でうちとあとですね、コーチと、ブラインドスナイパー、大阪マスターピース、あともういないんですけど、岡山のポストクラウンというバンドがいまして、その6バンドで、1枚の CD を、去年に出しまして、多分分版のテーブルに行けば、どこかしらで見かけると思います。見かけたら よければ手に取って見ておいてください。で、言ってます。じゃあ、シングルの方から
てるかとかそういうんじゃなくて、まあ、社会の窓が開いてる人がいたら開けてみて、それを僕は見てみると感じが違って見えるかも、ね、まあ、あの一応向こうが狙ってるんですけど、僕もバッチリ履いてる感じで、こっちはもうちょっと太ってしばらくなっちゃったんで、そこは気にしないでいただきたいなと。そういえばあの、なんか今あの四方八方と3日間実は一緒にやってまして、いつの間にかのツアー名が決まってまして今あのクリアアウトツアー2006っていうのをやってる走ってそういうふうに800円でそれの T シャツが売ってます。もちろん先生で買ってきました。800円の西村君がバッチリ作ってきてくれたんで汚くてすいませんまあ、あと、3日間ずっと値段つけてなかったんですけど、今日あのやっと値段書きました。ちょっと見やすくなってると思うんで、よければお願いします。名曲が。すいません、やだ。いいね、今日。Yeah!
だ。本当に今日はどうもありがとうございました。柏初めて来たんですけど、ものすごく楽しい街だと思います。ありがとうございます。僕らで一曲やって、次にクローサーやって、ボーライブ終わるのに行きたいですけど、最後まで楽しんで帰りましょう。はい、よろしくお願いします。さっき言ってた6番台っていう音源があって、まあ、でそれのおかげでディップスローターとかシファーポとか一緒にツアーできて、すごいいい友達ができて、すごい嬉しいです。これからもよろしくということと、また四国で待ってますっていうことと、そのそれに入ってる曲を最後にやって僕らは終わります。じゃあさようなら。さようなら。
Woo!